まあ、ただ逆に引き分けあるいは敗れてしまうと長さ一転してこれどうなるかわからないというね。いやそうですね、まあ、残り2節までまだ降格チームが決まってない年というのは非常に珍しいと思いますし、そうですね、田村、あとは中西さん、今日がともに3週間ぶりのリあとこれは抜けてきた七、さあチャンスになるか七、ジュザー入ってきている、おっかれ大西、アビスパ福岡残留をかけた大一番、先制はやはりこの人でした、山岸の右足、今シーズン10、やっぱ七がいいポジション入ってたなってところと、まあ、ここクロスに対しての時間があったので、こう中間ポジションうまく取れたところと、これハーフバンドで非常に難しいですけども、これどちらかというとこう下に叩きつけるようなシュートで、まずゴールマウスを捉えるってところ、このボールも簡単ではないですけども、しっかりこう面作って非常にうまいなってところと、まあ、七もよく見えてたなと思いますよね。こうキーパーとディフェンスの間のところを狙おうと思ったんですけども、やっぱ選手がいなかったのもそうですし、はい、まあ、立ち位置山岸が非常にいいところにいたところと、いやためからのこのサイドのところのトップ、ルキアンがもらいに行く、そして湯沢のクロス、フアンマー、貴重な追加点はフアンマのヘディングシュートで福岡2対0、残留争い、まあまあ、ここ縦関係になって、まあ、ここ上地が見たと、高橋が見てた中でここボールウォッチャーになってマーク外してしまったってところと、まあ、このマークの外し方がこうバックスペックを踏んで非常にこうフアンマーうまかったなってところと、これスタンディングヘッドなので、はい、こう力強いヘディングがいかないんですけども、その中でもしっかりこうコースにしっかり打ち込むだけのこう強さとこのうまさですかね、非常に素晴らしいなと思いますね。まあ、ここでやっぱボールホルダーに対してのこうフリーな状態で上げてこれるので、まあ、もう中の駆け引きというところがなると思うので、はい、まあ、柏としたらやっぱサイドのところをうまく攻略したいですよね。三つ丸から小山津、小山津のクロス、サビオ打てるか、サビオ戻して豊島、強烈なミドルが決まった豊島、1点返した柏レイソル、ものすごいシュートが決まっています。さあこれで柏のファーストシュートですけども、まあ、このライン間の受け方が非常にこう小山津うまかったなというところと、まあ、ここ打ってくださいよってボールですけども、距離がありましたけどね、非常にこう抑えて膝からの振りが早かったですし、まあ、ここ中村がこうシュートに対してボール体そうですね、増えてくるでしょうからね、はい、まあ、クロス上げられても弾くよってところは、うん、福岡多分やっていかないといけないと思いますけど、いや、いいとこ入った小山津だ、マイエー村上、前へのヘディングシュートでしたが、村上やっぱり小山津ですよね、小山津がやっぱもらい方非常にいいので、まあ、あとこう北爪、高橋前、ここで試合終了の笛です。残留争いアビスパ福岡勝ちました。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notifications